地区裏駅は、北海道白井郡白井町技竹浦、メップにある、北海道旅客鉄道室蘭本線の駅である。駅番号は、H26。電報略号は竹。1976年の竹浦駅と、周囲約750メートル範囲。左下が、東室蘭方面。右上の、町区画に対して、斜めに上へ向かう細道が、 二人及び色生鉱山専用線の後、積み込み場が白老井側にあったため、上空ホームは、校内の和紙別側によって設置されている。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成同地はもと,もともとアイヌ語で、四季うあるいは四季追いと呼ばれ、1880年には、四季村が設置され、当初は、 駅名もこれを採用した。その後、四季星村は合併により白尾村となり、四季星の名称はあざ名として用いられていたが、1939年2月のあざ名改正で語呂が悪いため竹浦に改称され、1942年4月1日に駅名もこの名称となった。なお、竹浦の名称についてはいくつか由来が紹介されている。 混合ホーム2面3線の地上駅。廃線の関係から、下り列車のみ退避可能である。無人駅である。2007年5月31日までは、神委託駅であった。上り線と下り線のホームを結ぶ、古戦橋は、国鉄の赤字削減案に対する白尾市長の要望から、八代大駅とともに、昭和55年に新設設置され、駅前、 駅裏を結ぶ立京と併用する構造となった。駅舎は、上り線ホーム側にある。かつては、駅前に、日本通運の営業所があり、夜行の貨物も扱っていたため、宿直室も備えた比較的大きなものであったが、火災で一部損傷し、現在の小さなものに変わった。また、下り線ホーム上に、木造の小さな待合室があったが、現在は、 撤去されている。1日の平均上降人員は以下の通りである。色成鉱山は第一次世界大戦の軍事的な要求から室蘭の北海道製鉄は西製鉄所へ鉄鉱石を運搬するため1918年に国鉄によって当駅から非製地区まで専用船が敷かれて蒸気機関車が乗り入れた。埋蔵量が少なかったことと 戦争終結のために、結果的にたった3年でこの専用線の公的な運用は廃止されたが、その後1921年から民間に10年間ほど貸し出され、トロッコ貨車により、また勾配がきつかったためにインクラインを設けて運用されていた。その後レールが撤去されて砂利線が残るが、こちらも1944年には砂利が少なくなったことで廃止となり、 1950年頃には、当駅までの全てのレールが撤去された。駅裏が広い空き地になっているのはかつてトロッコから鉄道貨車への貨物積み替え用の施設があった名残である。施設撤去後は昭和40年代頃まで火山歴を使ったコンクリートブロック製造工場があったが、現在は空き地のまま。終着の停留所のあったあたりは現在でも、 終点と呼ばれている。昭和40年代から50年代にかけて、跡地の道路が舗装されるまでは、レールの残骸の一部が道端に所々放置されていた。日鉄工業所有となった、色生鉱山は、その後1952年から1957年の間再開したが、運搬はトラックで行われた。ありがとうございます。